それが今です。歴史と文学の街、今日歩いてそれを実感しましたね。泉鏡花の暗がり坂、浅野川を川沿いの道、それからお茶屋街に行って本当の大人の遊びの姿をとんとこと垣間見ましたね。近江町市場では何万円もするカニを真剣にこう品物を選んでいる。さっきのご主人もおっしゃっていたけれども、金沢の人は食べることにはお金を使う、夜食べに行くことは当たり前のことだというのがとても印象的でしたね。金沢こそは大人の街だなという気がしました。もう一回でも何度でも訪ねてみたいですね。